隙間時間で源氏物語、隙間源氏。前回のあらすじ、源氏の君と葵の上との間にできた息子夕霧が元服します。源氏の君は慣例を破って夕霧を6位とし、大学寮で勉強させるのでした。隙間源氏第21回乙女の巻その2、いつまでも子供じゃない。内大臣元の遠野中将には古貴殿の女房ともう一人娘がいました。その娘は内大臣の母親である大宮に育ててもらっていました。人柄も容貌もとても可愛い女の子でした。夕霧とこの姫君は同じ屋敷で育ったわけですが、父大臣が近い血筋だとはいえ男子と仲良くしてはいけないと10歳過ぎた頃には部屋を別々にしていました。それでもずっと一緒に育ったのですから、何かにつけて一緒に過ごしてとても仲が良いのでした。昇進の祝いなども終わって少し時間ができたので、内大臣は屋敷で姫に琴など演奏させます。姫の様子はあどけなく可愛らしくお人形のようでした。内大臣は古貴殿の女房を冷静亭の妃にすることができなかったので、皇太子にこの姫をと密かに考えています。そこに夕霧もやってきます。内大臣は随分学問に熱心ですね、たまには違うことをやるのもいいですよと横笛を渡します。夕霧の奏でる笛の音は若々しく味わいのあるものでした。夜も更けて内大臣は女房たちのひそひそ話を耳にします。偉そうにしておられるけど子供のことは全然わかってないわよね、親バカよ、今に大変なことがわかるわよという声を聞いて、内大臣は夕霧と姫のことを悟ってしまうのでした。姫のことは雲井の狩りと呼ばれます。内大臣は気持ちが収まらず大宮に抗議します。お預けしていた娘は一人前に育ててくださると思っていましたが、こんなことになろうとは。もちろん夕霧は立派な人間ですが、と。内大臣の考えでは夕霧は叱るべき家と華やかに縁組みをするべきだし、下々のものでもするような身近なものとの結婚などとんでもない、源氏の君にも顔向けができないというものでした。夕霧はもう踏みも遅れないと落ち込んでいます。雲井の狩りもなんだか大騒ぎになっているのを恥ずかしく思うのでした。内大臣は雲井の狩りを大宮の屋敷から自分の屋敷に引き取ることにします。夕方雲井の狩りを連れて行くと告げに立ち寄った時、夕霧がやってきました。わずかの隙でもあれば文の一つも送りたいと思っていたのですが、内大臣の車があるので仕方なく自分の部屋に入っています。内大臣が職場に向かった隙に二人はやっと会うことができたのでした。が、間もなく内大臣が戻ってきます。女房たちがバタバタし始めます。雲井の狩りは恐れて震えています。そんな彼女を夕霧はしっかり抱きしめるのでした。ですがその様子を見た雲井の狩りの乳母が、姫の最初のご結婚のお相手が六位不正というのは、とつぶやいたのがかすかに聞こえます。夕霧は悔しくてたまりません。雲井の狩りが連れて行かれた後も涙が止まらず一晩泣き明かすのでした。源氏の君は今年五節の舞という神事に舞姫を出すことになっていました。五人の舞姫のうちの一人です。従者これ光の娘が選ばれました。夕霧は胸が苦しくて食欲もなく塞ぎ込んで勉強もせずぼんやりしていましたが、華やかな五節の舞を見れば気も紛れるかと出かけます。これ光の娘は舞姫の姿で、年の頃は雲井の狩りと同じ14歳ぐらい、雰囲気もとてもよく似ていて、夕霧はつい文を送ってしまいますが、結局続けることはなく、やはり雲井の狩りのことばかりが思われるのでした。そんな状態でも夕霧は試験の合格者3人のうちに入ります。秋の人事異動では15位に昇進します。源氏の君は昔6畳の御足所が住んでいた屋敷をもっと広く立派なものにして、そこにかつて縁があった女性たちを住まわせるつもりで改築を進めています。仏像や経典の準備や衣装など、紫の上と花散る里とが手分けしてすることもあり、この二人の女性は文なども交わし合いながらとても仲良くしています。源氏の君は8月には引っ越しをしました。紫の上と花散る里は一緒に、少し遅れて五月宮の中宮が、そして明石の君は10月に、それぞれの女性たちに差がつくことのないように大掛かりな引っ越しになるのでした。次回隙間源氏第22回は玉飾の巻、行方不明だったあの夕顔と遠野中将との娘が登場します。運命って運なの？命なの？お楽しみに。